決勝戦、ついに国分対椎名がぶつかった。2度目の王者を狙う国分、4度目の覇者となるか椎名。まさに空手協会らしい武道空手の真髄を見せつける展開となった。5分間3本勝負の決戦は椎名がノーガード、国分も動かず、まさに不気味な展開となった。安定引き分け再試合
はい、赤上段突き、おさわり。国分利仁が激戦に次ぐ激戦を制し、2度目の栄光を手にした。最強を証明してみせたのである。Primeira luta sem levar um ponto. Thank you.